So let's see if it's working now. Hello, hello. Hello, hello. Okay, finally it's working again. Sorry for the people who are actually are watching me. For some reason, the microphone was crapping up at the XSplit, but I got it working. Now I have to get all the rest of the streams working again. Basically just the YouTube side. God damn it. Okay, there we go. Yeah, I think, okay, yeah, it's working now. Okay, now after 10 minutes of losing everyone, welcome, welcome. I hope you're having a good time, and we'll be finishing in 9:15 or after. I had some people, but nah, what can you do? Sometimes it's just the system just breaks. Nothing is perfect around here, but okay. Now finally I can start the stream of Sakura Wars. I was explaining 14 minutes ago that it's a game that I never got a chance to play, but I think it was on Sega Saturn, then PlayStation in Japan. I think they released one on PlayStation 2 that I never played and still got it. I just opened it, so I was like, why did I open it? Could I sell it for a amount of money? And hey, what's up, Kionya times 2? Kionya Elia Sakura. Gracias por verme. So, yeah, that's basically why I wanted to play this game for a while. Maybe I'll try to advance it and stream as most as possible. And there's another game I want to do on stream as well, so gonna be an RPG month, or days of RPGs. Okay, so basically it's Cyberpunk 1940 technology. So right now I had other costumes. I put the theater costumes, and usually I have to convince every girl to have a good intimacy with them, so I'll try my best, and maybe I'll get the costume ones are cheaper. I'm not gonna buy expensive ass costumes. Maybe I'm gonna remove the metal thing because we have Lucha Grip everywhere. So let me just move up the layer for a bit. Because not cool that we're doing streamings with layers and nobody's gonna see the text. Just delete that. Save. There you go. So everyone can see the text better. The sides are okay. So I'm just gonna leave it like that. I'm gonna need the middle. Then I'm gonna do new layouts so everyone can see the game better. Okay, so let me get the camera closer to my avatar. I think it's the avatar.
入ってちょうだい。ひどい公演だったわね。これで何回目かしら。確かに散々な内容でしたが、その分改善点もたくさんあるはずです。一つ一つ解決していけば、いつかは必ず成功させることができますよ。そうね。でもあまり時間がないのよ。時間がない？世界歌劇団大戦ですわ。世界歌劇団大戦、先日もおっしゃっていましたが、それはどういったものでしょうか？近日開催される歌劇団協議会のことですわ。世界中の歌劇団がこの帝都に集まってきて、舞踏と舞踏で競い合う平和の祭典よ。そこで勝利を重ね、帝国歌劇団ここにありと広く世間に知らしめる。それこそが今の花組の目的であり、帝国歌劇団復活の第一歩ですわ。それは。わかりました。全力を尽くします。世界中の強力な歌劇団を相手に、今の花組では厳しいですが。彼女たちに勝てる力をつけさせるのよ。神山君ならできますわ。買いかぶりすぎです。俺は魔法使いじゃありません。難しいことは百も承知ですわ。それでもやらなければ帝国歌劇団の復活は果たせない。結果を出しなさい、神山君。あなたならきっと大丈夫。わかりました。ありがとう。さて、悪いけど私は出かけますわ。歌劇団大戦をどう戦い抜くか、しっかり考えておいてちょうだい。はっ。
量子甲冑三式工具か。過激団隊員だけが持つ霊力で動く対コーマ用の戦闘兵器。優秀な機体だが、今や主流は量子戦闘機だぞ。さすがに時代遅れだろう。おまけにどう見ても整備が行き届いていない。こんなので出撃できるのかな。予算がありませんから。カオルさん、神山さんの言う通りです。この機体でコーマと戦うのは難しいでしょう。でもそれじゃあコーマが現れたらどうすれば。スミレ様もおっしゃっていた通り、上海歌劇団に頼っているのが現状です。確かに駅で俺を守ってくれたのも上海歌劇団の機体でした。どうしようもないとはね。悔しい話ですね。そう思っていただければ幸いです。あなたはこの状況を打破するために隊長として呼ばれたのですから。はい、分かっています。スミレ様の夢を叶えるために強い花組を作り上げてください。ところで予算がないってどういうことなんですか。文字通りの意味です、神山隊長。帝国歌劇団はスミレ様のご尽力でかろうじて生きながらえているだけの組織です。政府にも軍にも、そして神崎重工にも歌劇団を援助してくれる人はいません。そんな状態でコーマと戦えと。無理ですか。なんとか戦います。それが俺の役目ですから。この不利な状況でも諦めない。なるほど、さすがは隊長ですね。厳しい状況ではありますが。ですがスミレ様はあなたに期待しています。なんとかお願いします、神山隊長。わかりました、魅力を尽くします。ありがとうございます。ところで俺の機体は見当たらないようですが。ありません。え、今はまだありません。予算が下りればそのうち用意します。そのうちって、はあ、まあ仕方ないか。予算もない、期待もない、整備の人材だって不足している。なんとかしたいけどどうにもな。まあやれる範囲でやるしかないか。仕方ないよな。ん？ここは風呂か。ずいぶん広そうだ。幸い誰もいないみたいだし、どんな風呂なのかちょっと見てみるか。船とはえらい違いだ。待て、そういえば花組って女の子ばかりだよな。ということはこのお風呂は女湯。いけない、早く出よう。知らないこととはいえとんでもないことをしてしまった。というより、こんなところを桜にでも見られたらどうなることか。よかった、誰にも見つからなかったな。お前、うわ
そこは女湯。女湯、気がつかなかったな。急に呼び出しなんて。揃っているわね。みんなに伝えなければいけないことがあります。どうしたんですか？上層部からの通達があったわ。実績を出さないと花組、いいえ、帝国歌劇団を解散させるという話を。あ、解散って、どうして解散なんですか？決まってるじゃねえか。お前らが弱いからだろ。君は？神山君は初めてだったわね。紹介するわ。上海歌劇団の隊長、ヤン・シャオロン君。それに隊員のホアン・ユイさんに。ヤン・シャオロン、ホアン・ユイ。君は、お前はさっきの兵隊。変態じゃない。あれは不幸な事故だったんだ。うるさい、近づくな、この変態。神山さん、一体何をしたんですか？何があったのか知らないけど、いい加減にしてちょうだい。ユイ、お前も落ち着け。ごめんなさい。解散、帝国歌劇団が解散。さくらも落ち着けよ。実績がなければって話なんだろ。要はそいつを作りゃいいんじゃねえか。それです。実績を作りましょう。でも実績といってもどうすればいいんでしょう？それはやっぱり。歌劇団対戦で優勝するしかない。それなら無視はできないはずだ。おいおい、本気かよ。いえ、神山さんの言う通りです。優勝、それしかありません。そうね、優勝できれば言うことなしね。そんなの無理ですよ。一回だって勝てるかどうか。そいつの言う通りだぜ。お前たちが優勝できるわけがない。なんだと？大きな口を叩いたところでお前たちにそんな力はないんだよ。大会には世界各国の強力な歌劇団が出場する。お前たちの出る幕なんてどこにもないぜ。隊長の言う通り、恥をかかないうちに早く逃げた方がいいね。逃げたりなんてしません。舞台一つまともにできないくせに。それでも私たちは。さくら、俺たちは必ず優勝してみせる。神山さん、決まりね。は？本気で優勝する気なんですか？シャオロン隊長、ご足労いただいたこと
感謝いたしますわ。でも花組の運命は花組が決める。そうよね、神山くん。はい、頼んだわよ。それじゃあお二方、お送りしますわ。ち、はいはい、せいぜい頑張ってくれよ。歌劇団大戦で優勝、はあ、解散か。ちょっとどうしちゃったのよ二人とも。ここが頑張りどころじゃない。なんでため息ばかりついてるの。そんなこと言ったってな。やっぱりどう考えても無理ですよ、優勝なんて。違うよ、できるよ。今こそみんなで頑張らなきゃダメなんじゃない。さくらの言う通りだ。ため息ばかりついていてもしょうがない。そうです、みんなで力を合わせましょう。優勝は無理かもしれない、でもやるだけのことはやろう。無理って、隊長までそんなこと言って。そんな気持ちで、思いで、本気で帝劇を守る気があるんですか。さくら、やるだけのことはやろうって。それで本当に帝劇が守れるんですか。仕方ないだろう。それ以外にどうしろって言うんだ。仕方ない仕方ないって、そんな中途半端な仙人さんなんて嫌い、大嫌い。さくら、さくら、何の用ですか。そんなに怒らないでくれよ。少し話をさせてくれないか。怒ってなんかいません。私はただ自分が不甲斐ないんです。コウマとの戦いもユイさんたちに任せっきり。偉そうなこと言っても何もできない。こんなんじゃ私全然ダメじゃないですか。俺の目を見ろ。さくらが誰よりも頑張ってることを俺は知ってる。この目で見ている。あとは全力でやるだけだろ。それでいいじゃないか。それしかないじゃないか。違うんです、それじゃダメなんです。やれることをやるんじゃ、それだけじゃダメなんです。できるまでやるんです。どこまでも叶うまでやらなきゃダメなんです。さくら、君はどうしてそこまで。さくらさんがいるから。何？新宮寺さくらさんがいるからです。新宮寺さくら、私小さい頃新宮寺さくらさんに助けられたんです。コウマに襲われた私の前にさくらさんがさっそうと現れて、
一瞬でした。ただの一刀でコウマを倒して、それが忘れられなくて。私もああなりたい。さくらさんみたいに強くて美しい、そんな女性になりたいって心の底から思ったんです。それが私の本当の夢だから、私の夢は全然叶ってないんです。帝国歌劇団に入ってもこんなんじゃ本当ダメダメだよ。私、さくら、すみません神山隊長、私もう寝ます。神山隊長、私です。さくら、どうぞ、空いてるよ。あの、その昨日はすみません。気にしてないよ。でも私、いいんだ。その写真、軍艦ですか？ああ、前に乗っていた特務艦マリステンだ。さまざまな海上任務を受け、艦長として南方に行っていたんだ。聖兄さん、艦長なんですか？すごいです。でももう沈んだ。停泊していた港の近くで客船がコーマに襲われたんだ。だから助けに行った。でもこっちの兵器はコーマにはほとんど通じない。時間を稼いで客船を逃がすので精一杯さ。そのうち機関が止まって総員退艦命令を出した。そういえばあの時助けてくれたのは上海歌劇団だったな。そんなことが。ま、客船と乗員を守れたので十分さ。そう、あれは仕方なかったんだ。魔衆警報、まさか銀座にコーマが。いよいよ出撃か。よし、行くぞ、さくら。了解。コーマは銀座に現れました。帝劇の目と鼻の先です。上海歌劇団は横須賀方面に現れたコーマに対処中や。戻ってくるまでにはちょっと時間かかるで。コーマが複数の場所に出現、今日は多いですね。上海歌劇団が戻ってくるまで
我々がコーマを抑える必要があります。ですが俺の期待はまだ。神山君はここから指揮を取ってちょうだい。了解しました。神山隊長、私たちがいます。大丈夫。俺が戦えない分、みんなよろしく頼むよ。準備はできたようね。神山君、出撃命令を。よし。帝国歌劇団花組、出撃せよ。銀座に現れたコーマを殲滅する。了解。雨宮さくら、出撃します。よし、任せとくって。行ってきます。この剣で平和を切り開く。雨宮さくら、参ります。なんだあの敵は。あれもコーマなのか。あれはクグツ騎兵よ。魔力によって生み出された機械の敵ですわ。一体一体はそこまで強くはないけれど、複数で囲まれたら厄介な相手よ。雨宮さん、あなたは天撃前のコーマを倒してちょうだい。了解。あたしとクラリスは敵を倒しながら逃げ遅れた人がいないか確認する。さくらさん、天撃の守りはお願いします。任せてください。コーマを一人で倒すなんてすごいじゃないか、さくら。これくらいできて当然です。私は
帝国歌劇団花組の隊員なんですから大したものだよ。よし、機体の損傷に気をつけて、引き続き頼む。さくら、やつの攻撃には気をつけろ。了解。危険だ。漁師探知機で自分の周囲の確認は怠るなよ。了解。私は一歩も引きません。そこ、えい、これで。神山さん、雨宮さんの霊力が 100% になりました。今なら雨宮さんの必殺技が放てます。よし、さくら、必殺技で目の前のコーマを一掃せよ。機械の撃破を確認。さくら、本当によくやったな。はい、私やりました。隊長さん、こっちも終わったぜ。帝都のみんなにも被害はなしだ。私たちもやればできるんですね。ちょっと自信がついちゃいました。みんな本当にお疲れ様。神山君も初めてとは思えない良い式でしたわ。さあ、戦いは終わりよ。雨宮さんたちも帝劇に戻ってきてちょうだい。魔月空間展開。ハツホ、クラリス、どうした？無事か？頭部の量子水晶が反応しねえ。ダメだ、動かねえよ。ここはどこなんですか？私たちどうなっちゃうんですか？落ち着いてくれ。今こちらでも分析してる。銀座大通りのカメラと接続回復しました。映像出ます。これは銀座大帝国劇場周辺に
強い揚力でできた空間が発生しているようです。そして私たちはその中に取り込まれました。揚力でできた空間だって、クォーマにこんなことができるなんて。神山隊長、私の後部は何とか動きます。ここにあり。さくら、一人では危険だ。退却しろ。退却って、でもどこに。この空間から出る方法を見つけないと、先に進むしかありません。量子探知機に反応があります。空突騎兵、さくら、注意して戦うんだ。よっ、はあ、えい、っ、もらった、えい、っ、えい、これで、そこ、えい、もらった、はい、だ、そこ、えい、これで、と。大丈夫なのか。あまり無理をしないでくださいね。うん、大丈夫だよ。ありがとう、二人とも。そこ、これで、えい、そこ、もらった、えい、そこ、行きます、えい、そこ、これで、大丈夫か？霊力だってもう。心配無用です。まだ大丈夫。けどよ、お前一人じゃ。それでも私がこの空間から出る方法を探さなきゃ。よっ、さくらさん、上海歌劇団がきっと来てくれます。それまで待ちましょう。待ってるだけなんてできないよ。私がみんなをデートを守らなきゃ。はい、はい、行きます。装填に逆さない敵を撃て。Good night!
倒さなきゃ。さくら、もういい。撤退して上海歌劇団を待つんだ。いいえ、私は戦います。この胸に正義の火が灯っている限り。はい、ダーッ。このくぐつき兵は攻撃を盾で防ぐようです。さくら、後ろに回り込んで攻撃するんだ。了解。よくやったな、さくら。はい。さくら。まだです。まだやれます。さくら、君はなぜそこまで頑張れる。この程度に済むみんなのため、栄光ある花組の名を汚さないため、そして何より私自身の夢のために。指一本でも動いている限、私は絶対に諦めない。さくら、逃げろ。後部を捨てて逃げるんだ。上海歌劇団参上。助かった。よかった、さくら。何が助かったよ。やっぱり役に立たない連中ね。やっぱこんな程度か。帝国歌劇団とっとと解散しちまえよ。だぞこの野郎。解散なんてしません、絶対しません。口だけは達者だが、そんな無様ななりで何ができるんだよ。諦められないって言うんなら諦めさせてやるぜ。ちょっと待って、シャオロン。あ？サクラ、私はあんたが嫌いじゃない。あんたの平和を愛する気持ちわかるよ。あんたは頑張り屋さんの本当にいいやつ。でも帝国歌劇団なんかにいたらダメになる。上海歌劇団においでよ。上海歌劇団に？そう、上海歌劇団で一緒に帝都の平和守ろう。私の夢は新宮寺さくらさんのいた帝国歌劇団で悪に立ち向かい正義を貫くこと。あの時さくらさんに助けられたあの日から夢を忘れたことは一日だってなかった。その夢があったから私は歩いてこられた。その夢があったからいつだって前を向けた。その夢に支えられて私は今まで生きてきた。だからいけません。そうか、残念だ。交渉決裂だな。もういいだろユイ、あとは俺がやる。私は絶対に
絶対にその夢を諦めない。辛くたって、痛くたって、悲しくたって、悔しくたって、泣きたくなったって、絶対絶対絶対諦めない。何度でも何度でも立ち上がってやる。さくら、君は、君に比べて俺は、あの時マリシテンはまだ生きていた。機関だってなんとかなったかもしれない。動きさえすれば体当たりで仕留められたかもしれない。いや、もっと時間を稼ぐことだってできたかもしれない。俺はあの時本当に全力を尽くしたのか。今のさくらのように俺は折れない心で立ち向かったのか。そうだ、ずっと胸に引っかかっていた。くそ、あの時もここに来てからも同じだ。俺は逃げていた。仕方ないって言葉で、全力で頑張ることから逃げていたんだ。そんな中途半端な気持ちでさくらと共に戦っていけるわけがなかったんだ。俺も戦う。俺にも戦わせてくれ。俺の期待、なんでだ、なんでないんだよ。神山君、その言葉を待っていたわ。え、将棋丸来ました。クリアさん、びっちり間に合わせましたよ。お疲れ様。さすが B1 メカニックね。よくやってくれたわ。さあ神山君、あなたの出番よ。お行きなさい。あれは、量子戦闘機無限、あなた専用の機体よ。量子戦闘機無限。神山君、あなたの中に芽生えたその思いを戦いにぶつけなさい。無限はそのための武器、必ずあなたの力になってくれますわ。了解。神山清十郎、量子戦闘機無限で出撃します。夢を見るのはいいけどな。けどその夢は叶わねえぜ。なぜならお前には夢を叶える力がねえからだ。お前の夢、俺が潰してやる。悪く思うな。何者だ。帝国歌劇団花組隊長神山清十郎、手前。神山さん、ありがとうございます。さくら、俺の方こそありがとう。君のおかげで気づくことができたよ。え、何をですか。諦めない心の素晴らしさを、そしてその燃えるような美しさを、君が俺に教えてくれたんだ。神山さん、なんだか嬉しいです。俺は君がこんな姿になるまで勝ち上がることができなかった。すまなかった。俺は本当にダメな隊長だ。いいえ、神山さんはダメなんかじゃないです。
だって神山さんは私を助けに来てくれました。ちょっとかっこいいです。さくら、ありがとう。やるじゃねえか、神山清次郎。お待ての駒か。喧嘩は一旦休憩だ。先にあいつらを片付けるぞ。俺たちは左をやる、右は任せたぜ。わかった。新型機の力、大したもんだ。助けが欲しいならいつでも言ってくれ。なめるんじゃ。上海の竜の方向、その目に焼き付けろ。遅い。てめえ、ちょっ、これでも食らえ。てめえ、これで終わりだ。さくら、行くぞ。この空間を出る方法を探すんだ。はい。おい待て、お前たちの力じゃこの先は無理だ。ちょ、抑えて。ちょ、いや、そこだ。ちょ、ちょ、いや、ちょ、はあ、まだ嫌がるか。仕方ねえ、ここは任せて先に行け。こんな奴らさっさと倒すよ、シャオロン。よし、さくら、ここは上海に任せて先に進もう。はい。この空間を作り出したコーマが必ずどこかにいるはずです。そいつを探し出して倒せばその空間から脱出できるはずよ。出しているコーマか。こんな大きな空間を作るなんて
本当にそんなコウマがいるんでしょうか。必ずいますわ。神山くん、雨宮さん、気をつけて探すのよ。そこ、えい、はっ、はっ、そこ、はっ、えい、これで、はっ、そこ、そこ、もらった。行くぞ、ちょ、て、はっ、て、えい、はっ、そこだ、これでも食らえ。そこ、もっと一緒に戦いたい。任せてください。霊力の溜まりを感じる。へい、はっ、遅い。よっ、よっ、そこだ。今倒した敵の中にはそれらしいコウマはいませんでしたね。もっと奥の方にいるのかもしれない。先へ進もう。この調子で行くぞ。はっ、はい、せっ、やっ、はい、もしかして本当にすげえやつだったのか。闇を切り裂く神速の刃、強大な揚力反応があります。見つけたぞ、この空間を作り出したコウマだ。行きましょう神山隊長。コウマを倒してこの空間から出るんです。大丈夫、霊力が遅い。任せてください。までの敵より数段でけえぜ。大丈夫なのか。無理ですよ、勝てるわけありません。無理をするな神山、俺たちが行くまで待ってろ。勝てるわけがない。確かにそうかもしれない。でも本当にそうなのか。今できる全てを尽くして立ち向かえない敵なのか。俺は全力を尽くす。そして俺たちの力を信じる。俺は
対に諦めたりしない。自分に言い訳するのはもうたくさんだ。さくらが教えてくれたんだ、全力を尽くすことを、諦めない心。神山さん、私も神山さんを信じます。二人ならきっと勝てます。正気かよ。隊長、考え直してください。はあ、行くぞ。さくら、巨大コーマを撃破し、帝都の平和を守る。了解。投げ散る闇に、そのコーマの弱点は頭部よ。攻撃を避けて頭部を狙いなさい。さくらたちだけじゃ無理だよ。私たちが行くまで待ってて。さくら、本当に大丈夫なのかよ。これで終わりだ。そろそろ痛い。私の分、狂いはありませんでしたわ。気迫を感じる素晴らしい戦いぶりを。闇を切る神速の刃。神山くん、雨宮さんと協力してコーマ、巨大コーマを撃破、脱出する。了解。全部倒しちゃったんですか。すっげーな、あの隊長。私もあんな風に戦えるかな。帝国過激だ、少しは認めてやるぜ。なんだ、案外やるじゃない、あんたたち。ありがとう、なんとか勝つことができたよ。いい動きをしてたぜ。お前と戦うのが楽しみになってきた。じゃあな、過激団対戦で会おう。まだ私たちにはかなわないと思うけど。やりましたね、隊長。一時はどうなることかと思ったけどな。びっくりしました、私たちの隊長がこんなに強いなんて。神山さんは昔から強いんです。お前が威張ってどうすんだよ。でも良かったです、これで解散しなくて済みそうですね。そうだな、楽観はできないけど、いや大丈夫、帝撃は、帝都は俺たちが守る。そうだよな、みんな。はい、そうさ。もちろんです。よし、それじゃそろそろ戻ろうか。待ってください、仙人さん。戦いに勝利した時の花組の伝統、ご存知ないですか？花組の伝統？なんだいそれ。こうするんです。いつだって帝国歌劇団はとってもかっこいいんです。せーの、勝利のポーズ決め。やっぱり魔幻空間。はい、姿は確認できませんでしたが、間違いなく上級コーマの仕業です。上級コーマ、おかしいわね、それほどのコーマが帝都に現れるなんて。
く動き出した帝国歌劇団ですが、まだまだ問題が山積み。どうにかするにはあれやこれやって、私がやるんですか。次回、新桜大戦、手のひらほどの幸せ、大正桜にロマンの嵐。会長さん、私お願いがあるんです。それでは皆さん、ご一緒に乾杯。今回は本当にお疲れ様。主君賞はもちろん雨宮さんね。そんなことありません。勝てたのは神山さんのおかげです。いや、お前は頑張った。頑張れなかったのは私もです。申し訳ありません。なぜ謝るんだ。生きて戻ってこられた、それだけで十分じゃないか。ハツホもクラリスもよく頑張ったよ。ありがとう。はい。失礼します。皆さんにご報告があります。あら、何かしら。まずはこちらをご覧ください。これは帳簿。はい、大帝国劇場の資産状況です。結論から言えば、帝劇の運用資金がつきました。神山隊長の無限、その費用が高くついたのが原因です。
俺のせいですか。ですが無限がなければ戦えなかった。分かっています。ですがそれはそれ、これはこれです。カオルさん、資金がないということはもしかして。はい、当面お給金はありません。光熱費も食費もゼロです。おいおいおい、どうすんだよ。給金はともかく飯抜きだけは嫌だぜ。私の本を売るなんて言わないでくださいね。帝劇がなくなっちゃう、あったのになくなっちゃう。困りましたわね。ねえ神山くん、どうしたらいいと思う。舞台公演をやりましょう。お客さんが入れば資金も調達できます。それはいい案ですね。賛成です。ですが舞台公演を行うにはいろいろと問題が。そうね、公演を行うにしろ、コウマと戦うにしろ、必要なものが2つあるわ。というと。人は城、国は人なり。たくさんの孤児が言っているでしょう。つまり人よ。紹介するわ。世界が誇るスター、アナスタシア・パルマ。ここに来れば退屈しないって推したちが言ってたけど確かにそうみたいね。アナスタシアさん、有名な人なの。知らないのかよサクラ。世界的に有名な大スターじゃねえか。皆さんごきげんよう。私はアナスタシア・パルマ。帝劇の舞台に招かれるなんて光栄ね。花組の名に恥じぬ働きを約束するわ。あなたがキャプテン神山かしら。ええ、花組隊長の神山清十郎です。よろしく。そう、あなたが。先日のコウマとの戦いでは目覚ましい活躍をされたそうね。私もこの目で見てみたかったわ。アナスタシアさんには花組のスターとして舞台の花を務めてもらいますわ。そしてもちろん歌劇団の一員として戦いにも加わってもらいます。戦いにも。大丈夫なのか。もちろん、そちらの腕も期待していただいて結構よ。さすがだな。頼りにさせてもらうよ。なんつうか舞台も戦いも一気に戦力倍増って感じだな。世界一の演技を間近で見られるなんて、わあ幸せです。ところで支配人、必要なものが2つっておっしゃってましたよね。いやーよかった、忘れられてるんじゃないかと思ったよ。レイジ、お前なんでここに。おいおい、なんでとはお言葉だな。もう一つの秘密兵器とは俺のことよ。お友達ですか。ああ、兵学校時代の同期、シバレイジだ。俺が戦術本科、あいつが機構整備科で首席同士だった。清十郎とはいろいろと張り合ったもんさ。いわば永遠のライバルってやつかな。ああ、
また一緒に頑張ろう。期待しているぞ、レジ。はあ？お前、本当に清十郎か？熱でもあるのか？ああ、そうだよな。お前はそういうやつだ。お前に真面目に答えた俺がバカだったよ。そうそう、そういう感じがお前っぽいぜ。うるさい。何なんです？仲がいいんですか？悪いんですか？男の人ってよくわかりませんね。芝君には技師長として主に量子戦闘機の整備を担当してもらいます。他にも舞台や設備の修理もお願いするわね。了解しました、スミレさん。ま、お前が来たなら安心だ。しっかり頼む。おう、任せとけ。それじゃあ私は部屋に戻ります。神山くん、後で私のところに来てくれる？Okay, let's see if it works right now. Okay, I don't know when did I lost my voice. But okay, it's there. Yeah, there's a loop, but it's okay now. Well, I need to check now when... Today wasn't my day for streaming. That's for sure. I didn't know when I lost my voice. I was talking over and over and I didn't know what he heard me, so... That's not cool at all, my friends. My homies. I don't know why that's happening. Yeah, I don't know when I lost my voice. First. Okay, I need to go to Sumire first. Everything is going wrong with this stream. ましたわね。
ご用は何でしょうか、支配人。あなたの昇進の話ですわ。Okay. 昇進ですか。Does he hear my voice? I don't know if it's a programmer or something. 帝国歌劇団特命宣伝部長に任命します。 Is it the program? ありがたく拝命いたします。 Okay, it's good now. 宣伝部長。歌劇団でのお仕事のお話を。 Damn, it's hard for me to know when I'm losing my voice. はあ。先ほど説明した通り、大帝国劇場は財政の危機にありますわ。I think I'm gonna reinstall the XSplit again. 歌劇団対戦に参加すらできない。参加できなければ優勝も何もありませんわ。だから何としても公演を成功させる必要があるのよ。Cold's gonna be novel driven. アナスタシア・パルマを迎え入れることはできたけど、それだけでは不十分。帝劇を民衆にしっかりとアピールするためには強力な宣伝活動が必要不可欠です。なるほど、理解しました。重要な役目ですね。話が早くて助かるわ。それじゃ早速だけど、これを使ってみて。このボタンがついた箱はもしかして。もしかして宣伝の秘密兵器ですか。ご名答。きっと気に入ってもらえると思いますわ。どんな道具なんだろう。ちょっとワクワクしてきたな。その箱を持って、そこにある台の上に乗ってちょうだい。それから箱の赤いボタンを押すのよ。わかりました。Okay, so let's see what happens. この赤いボタンを押せばいいんですね。そうですわ。やってみていただけますこと。Okay, he turned into a. Into a figure? Karakuri Senden Ningo, Daite Koku Gekizo, Yakiste, Gekizo Kun Yo. She's wasting money on that. Tegekio Senden Sru. Sorega, Anaka no Atarashi Oshimoto. Gekizo Kun.動きにくいし、外もよく見えない。劇蔵君に変身するためのその台は、必要な時、必要な場所に設置させるわ。特命宣伝部長として、劇蔵君に変身して、帝劇をし、宣伝してくださいましね。全力を尽くします。宣伝は、この劇蔵君にお任せください。その姿で人の言葉を話すとか考えられないセンスですね。どうすれば。象といえばパオーンですわよ。I've got that option。見てごらんなさい。ちょっと恥ずかしいけど、こうなったらやるしかない。Let's see what I can do right now。 Okay, he got something。素晴らしいですわ、神山くん。これなら心配ありませんわね。本当にこれでいいんでしょうか。大丈夫でしょうか。見事な象っぷりでしたわよ。くれぐれも劇蔵くんのイメージを壊さないようにね。それじゃあ手元にあるボタンを押しなさい。元の姿に戻れますわ。Okay, next time on stream, I won't be using the filter. I'll just be using my regular voice. So the doesn't effed up the
すごい仕掛けですね。一瞬で姿が変化するなんて。Yeah, I hope I can still hear myself. I'm monitoring myself now. 神崎重工、トップ技術の結晶ですわ。力の使いどころ完全に間違ってるな。どうせなら無限を量産してほしい。Why do I have to monitor myself every time now? 劇場くんの中に神山くんがいることは絶対に秘密よ。Okay.お客様の夢を壊すわけにはいかないもの。それに正体を知られていない方がいろいろと便利なこともありますしね。確かに劇場君にバケれば普段聞けない情報を集められるかもしれないな。それでは早速宣伝の任務を命じます。大帝国劇場ロビーの劇場台にて劇場の宣伝を行いなさい。は、宣伝部長として全力を尽くします。Okay, let's do more quests. Safe. Let's see what can I get.戦闘機に乗ったってのに、あんた本当はすんげえ強かったんだな。いや、まだまだだ。これからはハツコたちの力を貸してもらわないと。ああ、任しとけって。あんたとアナスタシアも増えてよ。これで花組勢ぞろい。コーマなんざ敵じゃねえ。Okay. そうだろ。もちろんだ。みんなの力を合わせれば、yeah. どんなコマだって倒すことができるはずだ。そうよ、そう来なくっちゃ。その息だぜ。隊長のあんたがそういう気持ちでいてくれれば、私らはいつでも迷わずに力を出せるってもんだ。Very interesting shiny stuff. Okay, let's go to the main hall. I want another trading card before I see Sakura. Kamiyama-san! Safe. It's gonna be Clara's chapter now.Okay, I'm gonna reload it. Yeah, I'm gonna redo some of the options. So, poster wasn't, let's pick the middle option. Usually, the middle options are the ones for the win.Saw that, so let's pick
Yes. タイミングできよったな。新しいのが入ってるで。お目当てはそれを買うてくれるんやな。I think you have to do the game lots of times. またよろしく頼むで。You want to collect them all? That's what I'm noticing. There's going to be replay value in this game. Like a lot of replay value.It's good that you can skip the scene or two to put the fan. Okay.Okay, talking about the training pictures.I don't know with the random person what I'm going to talk about. Event timer. My time is more time. We'll show timer for what you need before time runs out. By the stairs, okay. There's someone there.I'm gonna do the search again.
Okay. Let's see who watched the NPC so I can redo the mission. Okay. She's literally, I think she was literally upstairs. I'm gonna redo. Yeah, I saw her upstairs. She was like literally upstairs with an old person. With knowing how the NPC looks like, it's gonna be easier to find her. Thing I wanted to do. Okay. There's gonna be some quests gonna be crazy hard. But the power of saving, I can redo the my path. Do I get a cook or something? Okay. Okay, I got more intimacy. Trust level. I increased the trust level. Plus autos have done much. Okay, let's go find Sakura. Run, Forest, run! If I did it right or wrong. Okay, I think I did it wrong. There's always a redo. Yeah, Sakura. Kamiyama-san?
なんていうか、運命のいたずらってやつかな。No, she's gonna, not gonna buy it, bro. 分かってくれ。俺は決して悪くない。いいから。No. あっち向け。She didn't buy it, bro.すべては俺が招いたことか。反省しよう。Is my stream okay? Why my stream is? Okay.For some reason, okay, for some reason, my god, my XP has been busted today. Today wasn't my day for streaming, that's for fucking sure. I think I'm gonna reinstall XSplit again. Maybe use an update or something, but it hasn't been my day for streaming at all.You missed the event, so technically I have to do nothing in that event. I'm just gonna still do my hours I have left. So, I stream at time, so. Okay, well, basically before my exploit got fucking busted.First, the audio's been dead. Well, I'll just redo the scene again. Got cut off. Fucking weird. Basically, in the first scene, I saw her changing, so this time I'm just gonna do nothing. I'm gonna see them do nothing. So I think this is the answer for this. Just do nothing, just hide.文字通り女の園だよな。この楽屋だっていつも女の子たちが。ん？いや、today wasn't like my day for streaming ような気がしてきたな。Audio busted. The program's been going whack. I'm just gonna save the files I'm using for the stream and reinstall XSplit again and check if there's an update or something.Okay, that's why Splat, there's an update. No, I'm not gonna update yet. That explains a lot. I'm just gonna do nothing.Let's see. I'm gonna see. やめよ。こっそり覗くなんて、卑怯者のすることだ。I think I did good. ただ、さくらが出ていくの、静かに待つとしよう。ああ、さっぱりした。花組トップスター天宮さくらです。よろしくお願いします。なんちゃって。アナスタシアさんも来てくれたことだし、もっともっと頑張らないと。 OK, here's a good scene now. えいえい、おSakura, 君
花組のトップスターに。I don't have to always do something around here. 俺も力を尽くそう。さくらのために、花組のために。Let me save the Yeah, it's been not minded for streaming. I'm gonna update Explorer. I hope with the update it fixes what the little problems he was having right now. Elevator. That's the good mission, right? One more blue missions? No. Angry it is. Let's see the bromance between those guys. ブラブラしてる奴が言うセリフか。何の用だ？機体の整備状況を聞きに来たんだ。後部は治るのか？動力となる量子水晶がもう限界だ。あの空間の影響か、完全に使えなくなってる。治せるのか？さくらちゃんの後部だけはなんとか。マツコちゃんとクラリスちゃんのは無理だな。俺の無限はどうなんだ？さすがは最新鋭の量子戦闘機。深刻なダメージは受けていなかった。部品が届くまでは無理だが、届き次第完璧に仕上げてやるさ。そうか、よかった。ということはその部品が届くまでお前は暇なんだな。まあそうなるな。よし、じゃあ舞台装置を先に見てくれ。古い設備のままじゃ公演も思うようにできない。はいはい、分かったよ。もう少し機体の状況を調べてから舞台に取り掛かる。I'm like about trusting that guy, so I don't care. Let's see what the other departments are up to. Oh.ねえキャプテン、演技の練習をするときはこの音楽室を使ってもいいのよね？もちろんいいに決まっているさ。アナスタシアはやっぱり演技が好きなんだね。好きというよりは生きがいかしらね。舞台の上にいるとき私は自由だわ。自分とは違う存在として違う人生をたどる。それは何者にも変えがたい最高の体験だわ。でもそれも日々の積み重ねを怠れば砂のように私の中からこぼれ落ちていくのよ。だから時間を割きたいか。分かったよ。もし俺にできることがあれば何でも言ってくれ。そうさせていただくわ。ありがとうキャプテン。Okay, let's go with the other member. Let's see the layout. Can I have to do anything with her? So let's get.Going. Let's go
con Sumire. Sugar Mommy Sumire. That should be Sugar Mommy. The correct part. Let's see if I can pull it off without resetting. Okay, let's save here. Yeah, I'm gonna redo decisions because I don't care. They're talking about the mascot. Stuff that I don't really care about. Chapter. Kamiyama 隊長、先日の戦いのことでお聞きしたいことがあるんです。隊長はどうしてあんなに強いんですか？前にも漁師戦闘機に乗ったことがあるんですか？実は漁師戦闘機に乗ったのはあれが初めてなんだ。整備されてなかったクラリスたちの三式後部と最新機体の無限とじゃ力の差は機体の性能の差だけじゃないと思います。無駄のない動きとか間合いの取り方とか訓練してきた私たちでもなかなかできないことを隊長は自然にこなしていました。だとすれば剣術を学んでいたことと軍での戦闘訓練が役立っているのかもしれないな。習い覚えた動きは無意識に出てくるものだし、その応用でうまく機体を動かせたんだと思う。なるほど、そういうことでしたら納得がいきます。私も本を読んで身につけた知識とか自分にあるものを活かせるよう考えてみます。ああ、頑張れよクラリス。Okay, that was a good. You have to do decision stuff, so that's good. Let's explore this area. One more girl to talk to. Sakura. Oh, she's easier.What do I have to do now? Practice promoting in the second. Okay.
Let's take... Oh, there you go. Okay. Let's do this before the stream is over. I'll try not to multi-stream next time. I'll just do Twitch. Then upload the video on YouTube. Gonna be... 宣伝の仕事、始めるか。So let's do this before the stream is over. エキゾー君の参上だ。よし、変身完了だ。あとは来てくれたお客さんに激増くんでアピールすればいいんだな。さて、誰が来てくれるか。不審な声、もしかして侵入者。ん？なんだ？お、なんだ今の。よく見えないぞ。Now they have a lolly character.Okay. パオンとか変な声が聞こえた。もしかしてこれの声？というかこれは何？劇場くんのカラクリ像？お客さんじゃないようだな。となるともしかしてこの望月あざみの目を盗んで像を置くなんてなかなかやる。望月あざみ、そうか、この子が4人目の花組隊員か。こんなところに謎のボタンが。ボタン？そんなものがついているのか。里の掟42条、謎を謎のまま捨ておくな。 OK。 お、掟？押すのか。ちょっと待て。ポチッとな。宣伝だ。大帝国劇場をよろしくね。宣伝？宣伝だよ。関係者に宣伝しても意味はないんだけど。うん、わかった。これはただのからくり像なら問題ない。バレずに済んだか。だけどなんだかいろいろと変な子だったな。Alrighty, well, I'm gonna finish my stream today. A lot of stuff happened. A lot of stuff did go wrong with the stream, but we'll be fixed by next time. I'll be updating some stuff and to see that.Doesn't get crept up again. So, I hope everybody had a good time and hope you have a nice night. See you next time. Bye.